霧理夕方消防船は海上保安庁の消防艇の選休。1960年代初頭、日本の原油輸入量は急増していた。その一方、大型化した石油タンカーは動きが散漫で、しかも海峡、水道の交通管理がほとんどされていなかったこともあって、石油タンカーによる海難事故が相次いだ。 特に1962年11月18日に、京浜運河で発生した第一棟方マルトサラルド、ブロビク号の衝突事故や、1965年5月23日に発生した日本石油生成ムロラン製油所におけるヘイムバード号の衝突事故は、大型タンカーによる事故の危険性を再認識させる事態となった。これらの炎上事故では、 海上保安庁による消火活動も行われたが、独力での鎮火は不可能で在日アメリカ軍のヘリコプターや民間船舶の援助があった。さらに陸上の消防機関の科学消防車を橋けに搭載して接近させるといった応急的で無理のある消火活動も行われた。そもそも当時日本に在籍していた。 科学消化能力を有する消防艇は、そのすべてが50相トン未満の小型艇で、大型タイカー火災に対処できる消防艇は皆無に近かった。こうした中、海上保安庁では1965年9月に科学消防艇設計会議を庁内に設置し、学識経験者による設計会議の結果、総動線形が適当であると答申を受けた。一方で、 警備救難部長が中心となった調査団が欧米各国を視察したが、どの国も大型タンカー火災に対処できる大型消防艇を保有しておらず、むしろ炎上事故が頻発している日本こそ、大型消防艇を率先して建造すべきであるという結論も得られた。1967年9月、科学消防艇の偽装設備委員会が設置され、消防庁消防研究所、 東京消防庁、海南防止協会などの関連機関による審議を経て、使用書がまとめられた。1968年8月、これをもとに一番線が日本交換に発注され、1969年3月4日に一番線、ヒリユーが竣工した。科学消防艇設計会議の答申を受けて、船体は放水時の安定性と回答能力に優れた。 操縦性を重視した総動線形を採用し、両船体の上に15万トン級のタンカーの火災に対処するための高さ15メートルの放水櫓を設けた独特のフォルムを持つ。設計にあたって火災発生時に横浜港から30分以内に現場へ急行できる能力が要求されたため、水槽試験で船体の間隔や船首のバルバスバウの大きさが検討されて、 抵抗の少ない船体が検討された。同時に、指機関に強力かつ信頼性の高い池外、ベンツディーゼル1100割機を2機装備した。指機関は、消防ポンプ駆動にも用いられるが、全力放水中でも6から8ノットで全更新が可能な余裕がある。スクリュープロペラには、更新を容易にするために、可変ピッチプロペラが採用された。ヘイムワード号の消火活動から、 副射熱を避けるためには30メートル以上離れて放水する必要があるという教訓が得られていた。そのため有効射程が40メートル以上となるような消火装備が選ばれた。第一放水パ板と選手には泡用放水銃を各2機設置した。第二放水パ板には炎上箇所に隣接する石油タンクへの累焼を防ぐための冷却予解水を放水する。 海水専用放水銃を2機が設置された。船橋天井には、泡水圏用放水銃を1機設置し、近距離消火に用いるとした。さらに、陸上への送水援護や、部分消火用に6000リットル、糞の送水が可能な放出器手を両限に、各ご機設置した。化学消火用の泡原液は、家庭に接近するために散布する量と15万トン級タンカーの、 サイドタンク1個の消火に必要とされる量の合計で14,500リットルが搭載された。これは、泡放水15機を全開で放射しても30分、持続して放射可能な量でもある。自衛用の設備として、8カ所から海水を洗浄に噴霧するノズルが設置された。爆発性ガスが海上に滞留する海域を航行する際の対策として、上か前は、 構成としたほか、可燃ガス警報装置を2カ所に設置した。さらに、全扉窓を閉鎖して、水面上8メートルから換気することで船内を予圧することが可能となっている。放水銃の操作は手動だが、操作要因のために防火服が用意されており、内蔵された無線機で船橋との通話が可能である。一番線、比理 U は巡航と同時に横浜に配備された。 その後、1970年3月に2番線、使用理由が4日市に、1971年3月には3番線、何理由が始末に配属された。さらに、同型線として、海上保安協会内の海上消防委員会向けに2隻が建造され、世界でも類を見ない強力な消防船が5隻も配備されることとなった。しかし、 1974年に起きた第1 0有用丸事件では、本型の非理由、使用理由、大滝が3隻係かりで消火活動に当たり、本型の設計が適切であることを示したものの、最終的には沈下に至らず、第1 0有用丸の撃沈処分という結果になった。海上保安庁では、さらなる海上消防力の強化を図って、粉末の鶴と、 粉末消火剤を搭載した海里、ユスイ水ユウを追加建造し、新規に建造された高鳥型巡視船、ヌの引き型消防艇とともに、タンカー火災に万全を期した。その後、石油タンカーのさらなる大型化に対応するために、各船の矢倉最上部の放水銃2機は、伸縮式放水等1機に換装された。 1997年に老朽化のためネームシップが新比利優型消防船に更新されたが、警備級南洋巡視船の建造予算が優先的に計上されてきたこともあって、残る4隻は代替船の予算措置が講じられず、寒冷40年近くになっても第一線で運用された。この4隻は2013年3月に、 ヨド型巡視艇の心臓船が収益することによって退役することになった。ありがとうございます。